三重県の特産品の一つ伊勢茶の新たな楽しみ方を発見し、多くの人に日常的にお茶を楽しんでもらおうと、県立神戸高校の放送部が学校近くの古民家を借りて初めて開いたもので、今日は1年生と2年生の6人が参加しました。カフェのメニューはかぶせ茶と煎茶、深蒸し煎茶の3つの伊勢茶を飲み比べできるものと、5つのお茶から1つを選ぶ2種類で、いずれも高校生手作りのお菓子がセットになっています。今日はオープンと同時に多くの人が訪れ、高校生たちは接客に追われていました。人に対しての思いやりであったりとか、そして一生懸命さ、そういうところをすごくなんか通じるというか、本当に感じました。いろんな学びがあると思います。たくさん苦労もすると思いますけども、いい経験になるんじゃないかなと考えております。で、茶農家さんって今高齢化が進んでるので、ぜひこの若い子たちに引き継いでいただけて、もうもっとお茶を知ってもらえたらなって思います。神戸高校放送部では今後も定期的に1日カフェを開いていきたいということです。